細菌。細菌、細菌、新生細菌、複数型バクテリアバクテリアとは、分類学上のドメインの一つ、あるいはそこに含まれる生物のことである。SN グリセロール三ン酸の脂肪酸エステルより構成される、細胞膜を持つ、原核生物と定義される。古細菌ドメイン、新核生物ドメインと共に、全生物界を散分する。 深刻生物と比較した場合、構造は非常に単純である。しかしながら、はるかに多様な代謝系や栄養要求性を示し、生息環境も生物圏と考えられるすべての環境に広がっている。その生物量は膨大である。腸内細菌や発酵細菌、あるいは病原細菌として人との関わりも深い。語源はギリシャ語の小さな杖。 に由来している。細菌は大腸菌、枯ク草菌、藍色細菌、シアノバクテリアなどを含む生物群である。形状は球菌か肝菌、螺旋菌が一般的で通常1から10マイクロメートルほどの微小な生物である。核を持たないという点で古細菌と類似するが、古細菌深刻生物に至る系統とは異なる系統に属しており、 両者はお,およそ35から41億年前に分岐したと考えられている。遺伝やタンパク質合成系の一部に異なる機構を採用し、ペプチドグリカンよりなる細胞壁、エステル型脂質より構成される細胞膜の存在でコサイ細菌とは区別される。1977年まではコサイ細菌も細菌に含まれると考えられていたが、現在では両者はドメインレベルで 別の生物とされる。細菌は地球上のあらゆる環境に存在しており、その代謝系は非常に多様である。個体数は50と推定されており、その生物量も膨大である。光合成や窒素固定、有機物の分解過程など物質循環において非常に重要な位置を占めている。食品関係においてはチーズ、納豆、ヨーグルトといった 発酵過程において微生物学発展以前から用いられてきた。また、腸内細菌群は食物の消化過程には欠かすことのできない一要素である。一部のものは病原細菌として人や動物の感染症の原因になる。対立遺伝子を持たず遺伝子型がそのまま表現系を取り、世代時間が短く変異体が得られやすい。あるいは形質転換系の確率なども 相まって近年の分子生物学を中心とした生物学は細菌を中心に発展してきた。大腸菌などは分子生物学の有用なツールとして現在でも頻繁に使用されている。これまでストレプトマイシンやクロラムフェニコール、テトラサイクリンなどなど様々な細菌酸性の抗生物質が発見されてきた。その製造や免疫系の新薬開発の上でも 最近の調査研究は非常に重要ある。各言語での故障は、ラテン語がバクティリアム、日本語及び中国語が最近である。1828年、クリスチャン・モットフリート・エーレンベルクが顕微鏡で観察した微生物が細い棒状であったため、ギリシア語で小さな杖を意味するから造語し、ラテン語でバクティリアムと呼んだことに由来する。 この複数型がバクテリアである。英語でもこれがそのまま取り入れられているが、しばしば単数型として、バクテリアが誤って使用される。バクティリアムの発音は、ラテン語で、バクテリウム。英語では、バクティリアムに近い。日本語の、最近の語の発案者は不明であるが、1895年、明治28年には、細菌学雑誌が創刊され、19世紀末にはすでに、 使われていたなお、細菌には、菌という漢字が使用されているが、競技の菌類、真菌には含まれない。同様に、細菌とは別グループの生物である、古細菌には、細菌という語が使われているが、この記事が説明する競技の細菌に含まれない。分類学上の、菌、分離、細菌、バクテリア、古細菌、アーケアは、 それぞれ別々の独立した生物である。この他の故障としては、新生細菌、ユバクティリアや、モネラなどがあるが、いずれも古い用語であり、使用頻度は下がっている。新生細菌、ユバクテリアは、かつて古細菌が細菌とみなされていた時代に、アーキバクテリアと呼ばれていた、これと区別するために使用されていた単語である。ただし、 現在でもトーマス・キャバリエイ・コール・スミスら著名な研究者の一部がこの語を用いている。発光に関しての研究は古代から進められてきたが、最近の発見自体は17世紀である。1676年にアントニ・ファン・レー・ウェンフックによって発見され、原生動物と合わせてアナマルコルズ、ホノクモロと呼ばれた。1828年。 クリスチャン・モットフリート・エーレンベルクは、顕微鏡で観察した微生物が細い棒状であったため、ギリシア語で小さな杖を意味するから、バクティリアムと呼んだ。1859年には、ルイパスツールがアルコール発酵は、最近、実際は菌類が種によって引き起こされることを示し、さらに発酵が自然発生的なものではないことを証明した。また、ロベルト・コッホによって、 最近培養法の基礎が確立され、炭素菌、結核菌、これら菌が病原性の細菌によって引き起こされることが証明された。20世紀に入ると培養法が確立されたことも相まって最菌の研究が進んでいく。それまでは多くの病気が細菌によって引き起こされることが分かっても対象療法しか存在しなかったが、1910年、パウル・エルリヒト、 はたさ八郎によって初の抗菌剤サルバル酸が開発され、1929年にはアレクサンダー・フレミングによって抗生物質ペニシリンがみなされた。細菌の知識が深まるにつれ、分類学上での細菌の位置づけはしばしば変更されている。発見時は2解説に従い植物界に振り分けられ、1866年にはエルンスト・ヘッケルによって、 単細胞生物をまとった原生生物界に組み入れられた三解説。1930年頃になると、原核生物と新核生物の違いが認識され、二定説原核生物三九1937年、ついで四解説、後後解説も狙い。1956年が提唱され、現在に至る一般の細菌のイメージは後、解説における。 幻覚生物に対応している藍色細菌は救命卵巣の概念としては除くこともある。しかし、1977年、カール・ウズラによって、原生生物界の単系統制に疑問が投げかけられ、メタン生成菌、後高度高塩菌と一部の高熱菌を除く幻覚生物として、キングダム・ユバクティリア、新生細菌界が定義された。 1990年には 16S な配列に基づいて当時の古細菌、メタン生成菌、高度高使用菌、一部の高熱菌を除く原核生物として同民バクティリア、細菌ドメインが定義され、同時に古細菌はドメインアーケア、個細菌ドメインとして新たに定義された。生物圏とされている、ほぼ全ての環境に分布する。 通常の土壌や故障はもちろん、上空8000メートルまでの大気圏、熱水降渉、水深1万1000メートル以上の海底、南極の氷床などといった、我々には生育困難な環境からも生育ないし存在が確認されている。ただし、生育には必ず水分が必要であり、乾燥に対しては極めて弱い。しかしながら、一部の細菌は、 画法という乾燥に強い形態をとり、風や水などで容易に伝播されるので、結果として人工的に作り出さない限りは、細菌の存在しない状態を得ることは困難である。また、多細胞生物体内部や表面にも多数の細菌が付着ないし生育している、強制。ただし、健康な生物体の血液中、筋肉、骨格など、消化管以外の臓器からはほとんど検出されず、 無菌に保たれる。消化管においては、食物の分解プロセスの一部を担っている。このような共生の例は、ルーメイや豆科植物の根圏における窒素固定菌の共生などに見ることができる。また、一部の昆虫類では、菌細胞と呼ばれる共生細菌を維持するための細胞を分化させ、その細胞室内に細菌を共生させるが、これら細胞室内共生細菌の中には、 カルソネラルディアイのように宿主の細胞外で生存、あるいは増殖ができないものがある。生物量、バイオマスも相当量存在すると考えられており、土壌4000メートルあたり2トンの微生物、新菌、個細菌を含むを有していると考えられている。また海洋においては、栄養状態に関わらず1ミリリットルあたり50、細胞程度の細菌が存在しており、 沿岸や生物の死体周辺では、ミリリットルあたり10細胞以上生息している。海洋一つとってみても、地上の深刻生物量をはるかに凌駕する計算がなされている。大きさは、おおむね0.5から5マイクロメートル程度であり、個細菌と同規模で、深刻生物よりは1桁小さい。肝菌の中で長いものは15マイクロメートルほどになる。 細胞外観は古細菌に酷似し、かなり倍率の高い光学顕微鏡で観察しても、卵巣類などを除き、古細菌とほとんど見分けがつかない。最大の細菌サイマルグリットナミビエンシスは、最大750マイクロメートルにも達し、肉眼でも見える。その他ら仙菌など様々な形態が観察されている。肝菌ではしばしば細胞壁が連なって長大な糸状になる。 多細胞生物のような複雑な工事構造を持つ者はいないが、軍隊や菌種を形成する者も,もいる。中でも、粘液細菌は細胞性粘菌とよく似た生活感を持つことで知られる。外観は古細菌と酷似するが、各構成素材は異なる場合がある。細胞構造は外部から、便毛、線毛、胸膜、細胞壁、ペリプラズム、細胞膜、 細胞質などから構成されている、弁毛、線毛、胸膜は持たないものもいる。細胞質には、細胞膜に付着する形で、ゲノム DNA、核用体という形に凝集、プラスミド、また電子伝達系などの一部のタンパク質が存在し、リボソームや、その他のタンパク質は、細胞内部に混ざっている。また、種によっては、内部構造として、メソソーム、 チラコイドや気泡、カリ DNA を包む、角膜用構造、プラクトミケスモンの一部のみ見られることもある。弁合は、すべての細菌が持っているわけではないが、細胞の移動のために使用される器官である。フラジェリンというタンパク質が重合した、直径20七メートルほどの螺旋状の繊維で、基部が水素イオン濃度勾配やナトリウムイオン濃度勾配をエネルギー源にして回転する。 小細菌の弁毛と見た目は酷似するが、その起源と構造は異なると考えられている。弁毛よりも小型の繊維構造に専門がある。ピリンというタンパク質が主要構成分で、数ナノメートルほど、他の細菌や感染縮主との接合や定着に使われる。細胞壁はその構造によりグラム、染色陽性菌とグラム、染色陰性菌に分けられる。共に、 ペプチドグリカンの構成単位に N アセチルムラミン酸を持ち、古細菌と細菌を区別する特徴の一つになっている。グラム陽性菌では多量のペプチドグリカンからなるが、グラム陰性菌では、タンパク質を多量に含み、ペプチドグリカンの外側に外膜と呼ばれる構造を持つ。グラム陽性菌と陰性菌ともに、細胞壁と細胞膜の間に、ペリプラズム、空間と呼ばれる感激があり、 物質取り込みなどに関与する、タンパク質が見つかっている。細胞膜は、真核生物と同じく、SN グリセロールリン酸に、脂肪酸が結合したイステル型脂質であり、SN グリセロール1リン酸に、イソプレノイドアルコールが結合している。個細菌とは、明確に区別れる。細胞膜には、電子伝達系や、各種相対、体、各種センサーなどに関連する。 タンパク質が分布している。内部構造は、深核生物のような明瞭な単位膜系はあまりないが、種によっては、メソソームやチラコイド、DNA を包む、核膜用構造、プラクトミセスモンの一部のみが見られることもある。DNA は、ふと呼ばれる、タンパク質と結合して、核用体という形で凝集しているが、深核生物やコサイ細菌のようにヒストンに巻きついて、 クロマチン構造を取ることはない。DNA は、感情一分子が一般的だが、稀に直線上の DNA を持つものや、複数の DNA を持つものもいる。増殖は単純なに分裂のものが多い。この場合ほとんど同じクローンが二つできる。早いものでは分裂した後10分で、再び分裂する。しかしながらいくつか異なる増殖様式も知られている。 同時に3つ以上に分裂する場合や、質がによって増えるもの、接合して DNA の一部を交換するもの、画法などを形成するものが存在する。増殖に際しては DNA の複製が行われる。DNA 複製は、真核生物、細菌で異なる点がある。古細菌では、よくわかっていないが真核生物に類似すると考えられている。細菌では、 大腸菌で最も DNA 複製機構の研究が進んでいる。複製は DNA 上に一箇所存在する複製開始点から開始され、双方向へ複製が進んでいく。詳細は DNA 複製を参照。前項にて挙げたが、最近は生物量としても深核生物を量がしている。またその呼吸活性においても同様で多細胞生物体と 最近 1g の呼吸活性を比較すると、最近の方が数百倍大きいと言われていい。肥沃な土壌4000メートルあたりの最近の呼吸活性は数万人の人間に等しいとされる。これは、細胞が小さく体積あたりの呼吸活性を示す、表面積の割合が大きいこと、世代時間が短いことがその要因であろう。呼吸速度、炭素、水素、 酸素の循環のみならず、生物を構成している窒素、硫黄の地球全体の物質循環に寄与しているが、後者の多くは酸素を嫌う嫌気性呼吸を伴う。窒素は、大気中では、安定した不活性な気体であるが、光反応、燃焼などの高熱によって、硝酸イオンやアンモニウムイオンとして、自然界に存在する。これを、有機物の形で取り入れ脱窒していく過程を、 窒素循環と呼ぶ。これに加え、ある種の細菌は、大気中の窒素分子から、窒素化合物を合成する、窒素固定というプロセスを獲得し、窒素循環に寄与する。窒素は、タンパク質の網の元に含まれるなど生物体の構成要素として、非常に重要である。植物は、無機体のアンモニア及び硝酸同化、有機物体窒素の利用が可能であるが、窒素固定は、 唯一窒素固定菌のみが獲得した能力である。また、有機体窒素のアンモニア化、アンモニアを硝酸まで酸化する、消化過程、硝酸子を気体の窒素まで還元する、硝酸還元、脱窒過程など、窒素の循環に多様な代謝系を持って循環に寄与している。硫黄は主に地殻中に豊富に存在し、元素上硫黄は不要性だが、これも光反応や高熱により、 硫化水素や硫酸イオンとして自然界に存在する。これを有機物の形で取り入れ、再び水溶性の硫酸塩や硫化水素として排出していく過程を溶循環と呼ぶ。有機物中に存在する硫黄は反応性が高く、重要なアミノ酸に含まれているメチオニン、システインなど、硫酸塩の実が植物によって同化されるが、有機物対応の分解。 最終産物は、硫化水素、硫黄酸化、硫化水素から硫酸塩に戻す、硫酸還元、硫酸塩を以下的に還元するなどは最近に特有な代謝系である、古細菌にもこのような代謝系を有するものが見つかっている。古細菌を含めた原核生物の分類は、形態や表現型のみを持って分類を行うことができる。 多細胞生物体の分類学とは方法を意味する。原核生物は染色体を一つのみ所持し、対立遺伝子を持たず、かつ無償的に増殖するために交配を必要としないので、動植物に適用されるべき種の概念は当てはまらないことになる。相動組み換えは人間の観察する範囲内において確認されるものの、自然界における頻度を考えると、 進化に関与しているかどうかは疑問である。また、微生物の個体というものを主として認識するのは困難であり、微生物学的種として認識されているものは、同じ遺伝子を持つクローンの集合体、菌種の集団である。このような多分子系の実験にて現れる表現形質を徹底的に調べて、微生物の種を分類していくのが微生物学における分類学である。 そのパラメータとしては以下のようなものが挙げられる。特に動植物においては最も重要な構造的解剖学的性質の決定が微生物では困難のために個性を乱すことが困難なために3つの機能的属性に依存して分類が行われる。グラム染色法はその細胞外マトリックスへの取り込み機構は明らかになっていないが明らかに グラム染色以下の形質を反映するために現在でも有用なツールの一つである。古細菌概念提唱前はこの点で混乱を招いたことがあったが、現在ではほぼ解決されている。また近年の分子生物学的発展に伴い、適用の難しかった数値分類学的な、いわゆる客観的な分類法が重要になってきている。 特に1 6 s な系統解析や DNA-DNA 分子交雑法といったメソッドは種認定のための必須事項である。塩基配列決定が困難であった時代は GC 顔料によって大まかな分類が可能と考えられてきたが現在でも重要なデータであることは確かだが顔料によって分類以外の特徴を示すことができない。なお、微生物の新種の記載を行っている。 科学雑誌インターナショナルジャーナルオブシステマティックアンドエボリューショナリーマイケルバイラジーでは DNA-DNA 考察を行うことが禁煙な2種を分類する最も根拠は方法としている。とはいえ現在では DNA-DNA 考察法はゲノムレベルでの比較を行うアベレージヌクレオチドアイデンティティアニポーにとって変わられつつある。正式に発表されている細菌種は 約7000種であり、植物や動物と比較すると少なく感じられるが、種の定義自体が異なっており単純に比較はできない。また、まだ発見されていない種を含めると100万種以上存在するとも言われている。微生物の代謝にて注目すべき点は、エネルギー源及び炭素源である。それぞれの資源として、どのようなものを利用できるかによって、以下のような分類がある。これらの エネルギー源及び炭素源の組み合わせによってすべての生物の栄養要求性を説明できる。動物は種として有機物を酸化してエネルギーを得る化学合成従属栄養生物であり、植物は光エネルギーに手に酸化炭素を還元して固定する光合成独立栄養生物である。しかしながら微生物にはこれら以外にも光合成従属栄養性と 化学合成独立栄養性を示す生物群がいる。この二つの特徴ある生物群のうち化学合成独立栄養性を示すものについては物質循環の中でも重要な役割を担っている。また洋酸化細菌、水素細菌などは太陽エネルギーに依存しない生態系である深海熱水耕や地下生物圏での一時生産者の役割を果たしていると考えられている。 なお、本校の詳しい説明は、栄養的分類を参照。命名は、国際原核生物命名規約に従って行っている。最近においては特に俗名種形容語が、基本の故障とされる。分類には俗以上の単位としてか、目、綱、門、境、ドメインなどが与えられているが、俗の割り当てが微生物の中では、最も重要である。 族以上の分類単位はあくまで他の微生物との相対的地位であり、生物そのものの表現形を示すものではない。微生物はそれほどまでに多様で今なお分類は混乱している。境は最近では使用されることが少なく、門やドメインも国際原核生物命名規約に規定れている分類階級ではない。最近分類の対抗として最も有名なものにバージー、 エスマニュアルオブデターミナティブバクテリアラジーがある。現在では、バージー、スマニュアルオブシステマティック、バクテリアラジーという名前に変わっている。また、ドイツ観光のザ・プリクリッツも、総ページ数4000を超える対処となっている。大型指示されているのは、バージー、スマニュアルのバージェー式分類であり、それに則っ,った分類がなされている。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。